バジョーフ生誕115周年記念として発行された、ロシアのニルーブル・コーカ・パーベル・ペトロービチ・バジョーフは、ロシアの小説家。教師、編集者を経て中年から創作を始めた。代表作は、これは、ウラル地方の民話を元にした童話の短編集で、ソ連時代の1939年に刊行された。バジョーフは、ロシア革命と、 ロシア内戦を扱った本も数冊書いている。ロシアの副首相を務めたこともある政治家、エゴールガイバルは彼の孫にあたる。ウラル地方の都市、スイセル地で生まれた。父のピョートル・バジョーフは、溶接工の親方であった。一家は生活費を得るために大きな苦労を払っていたが、帝政ロシアにおいては事実上何らの政治的権利も持たなかった。 1889年から93年の期間、エカテリンブルクの教区学校に通う。彼は多くの講義活動に関わり、教師に不注者のレッテルを貼られた。エカテリンブルクという都市は、バジョーフに大きな感銘を与えた。彼は後年、ここに住むために戻っている。1899年、バジョーフは、ペルミの神学校をクラス3位の成績で卒業した。 その後トムスク進学大学への進学を夢見たが、入学は叶なわなかった。やむを得ず一時的に国語教師になり、はじめエカテリンブルクで、その後カムイシロフで働く。1907年から14年にかけては、市教区の女子大学でロシア語を教えた。この時期、彼は同校でバレンティナ・イバニツカヤという女子学生と出会い、結婚している。彼の死の多くが、 彼女への愛、彼女との幸福を歌ったものである。第一次大戦の勃発時、馬上夫は二人の娘を持ち、またボリシェビキに加わっていた。1918年、彼は赤軍の志願兵となって、ウラルの最前線に配備された。1920年の秋、馬上夫はセミパラチンスクに移り、この地方の共産党の委員会のメンバーに選出された。 彼はこの地方の食能組合の会議を指揮するよう命じられたが、しばしば自分の職分を超えて仕事に打ち込んだ。1923年から29年、彼はエカテリンブルクに住んで、ノーミニ新聞の編集局で働いた。また、古びた工場での生活や1924年に至る内戦に関するエッセイを寄稿した。この時期に最初の著作、 1880.90年代のウラルでの生活を描いたを出版した。ウラルの民間伝承をテーマに40編余りの童話を書いたのもこの時期で、それらの作品は短編集にまとめられた。本書は好評で馬上布の代表作となり、また彼にソビエト連邦国家賞をもたらした。彼は後年、この本に新しい話を加出している。 1944年、英訳がニューヨークとロンドンで出版された。後年、セルゲイ・プロコフィエフは本章をもとにバレー、石の花を制作している。また、ソ連最初のカラー映画として有名な石の花も本章を原作とする。ソ連において、バジョーフは1917年から20年の時期の活動を根拠に祭り上げられた側面がある。 D.A. クーンは、カザフ・ソビエト社会主義共和国建国60周年の報告で馬上府のことを、革命と内戦の年代において、ライフル、カラスキ、本を手に、高い国際感覚、快活さ、勇気、英雄的精神を持って、カザフの生活圏を主張した人物と表している。彼はそれらの活動により、レーニン勲章とソビエト連邦国家賞を授けられている。 第二次大戦中のバジョーフは、エカテリンブルク及び疎開先で作家として働いた。戦後、彼の視力は、劇的に低下したが編集の仕事はやめず、また、民話の収集とその小説家も続けた。1950年、モスクワデボツ、エカテリンブルクに埋葬された。ありがとうございます。